皆さん、冬のおしゃれ楽しんでいますか？とは言っても、おしゃれさんならすでに先取りしてるはず。で、今回のゆめくるは先取り春ファッションを特集します。新しくオープンしたお洋服のお店を2軒ご紹介しますよ。それでは週刊ゆめくるナビスタート。週刊ゆめくるナビ、春ファッションを先取り。最初のお店は家族でハイセンスなおしゃれが楽しめるんです。1階アズールバイマウジーよりご紹介します。テーマはクールでおしゃれ、欲しくなるアイテムがいっぱい。お店の中はかっこいいですね。早速お話を伺っちゃいます。ご紹介いただくのは永瀬さんです。よろしくお願いします。お願いします。永瀬さん、お店について教えてもらえますか？かしこまりました。アズールバイマウジーは1階中央入り口から入ってすぐの場所にオープンしております。当店はウェアやファッション雑貨のみならず、音楽やアートに至るまでアズールバイマウジーならではの世界観、そしてライフスタイルをご提案します。おしゃれなアイテムを多数入荷しておりますので、お気に入りを探しにぜひご来店ください。そこで着回しに便利なアイテムのご紹介です。はい、こちらのニットプルオーバーです。今年トレンドの V ネック、またサイドにスリットが入っています。デニムはもちろんですが、ワイドパンツとの相性もよくおすすめですよ。なるほど、今の季節はインナーとして、そして春は1枚でさらりとこなせそうですね。着回しに優れたこちらの商品は要チェックです。こんな大人顔負けのおしゃれなキッズアイテムもあるんですよ。ゆめくる30秒 PR のコーナー、制限時間は30秒、30秒にきっちり収めて PR していただきます。それではゆめくる30秒 PR、 よーいスタート。アズールバイマージーは高感度と低価格がコンセプトのリーニングカジュアルブランドです。家族でおしゃれを楽しみたい、またはトレンドアイテムをお手頃にゲットしたい、この願いは当店ならば叶えられると思います。これから久留米のお客様に愛されるお店になりますよう、スタッフ一同頑張ってまいりますので、ゆめくるにお越しの際は気軽に遊びにいらしてください。ご来店お待ちしております。終了。お店の中がとってもいい匂いがしますが、何ですか？香水です。あ、こちらです。今トレンドのおしゃれアイテムがいっぱい。お店の名前は？アズールバイマウジー。お手頃な価格でおしゃれが楽しめますよ。1階アズールバイマウジーで皆様のお越しをお待ちしております。続いてはおしゃれさん必見、こだわりアイテムでワンランクアップのおしゃれが楽しめますよ。1階ミルラよりご紹介します。テーマは新しいおしゃれを探しにミルラへ。こだわりのアイテムが揃う、それがポイントなんですよ。ご紹介いただくのは光岡さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。光岡さん、ミルラとはどんなお店なんですか？お答えします。ミルラは1階増床エリアにオープンしております。お店のコンセプトはお客様のあなたらしさを見つける場所、カジュアルモードをベースとしたお洋服をセレクトしたお店になっております。人とは違う着こなしを楽しみたい方、または新しいおしゃれを楽しみたい方など、きっとご満足していただけると思いますよ。そこで三岡さんおすすめオールシーズン使えるアイテムが、はい、こちらのジージャンです。毎年春秋と数量限定で入荷し、すぐに完売してしまうアイテムです。色落ちの加工やボタン使いなど、細部に至るまでこだわりが詰まっています。1枚羽織るだけでかっこよく決まりますよ。なるほど。そして形はコンパクトで、ラインはとっても綺麗ですよね。それにストレッチが効いていて動きやすいですよ。こちらの商品がなくなる前にぜひ店頭でチェックしてみてください。ミルラだけに次のコーナーも
ミルラーユネクル30秒 PR のコーナー、制限時間は30秒、30秒にきっちり収めて PR していただきます。それではユネクル30秒 PR、 よーいスタート。ミルラは福岡に2店舗、鹿児島に5店舗展開するセレクトショップです。お客様からはよく面白いものがたくさんあるねと褒めの言葉をいただくのですが、それには理由があります。ミルラ独自の視点でパリやミラノ、ニューヨークなど国内外から少し個性的なお洋服をセレクトしているからです。ワクワクするようなお洋服を当店スタッフが喜んでご提案させていただきます。ご来店お待ちしております。終了。鹿児島弁でとてもおしゃれってなんて言うんですか？そうですね、ズンバイおしゃれですかね。ズンバイおしゃれなショップです。人とは違う着こなしを楽しみたいなら、ミルラ。また新しいおしゃれを楽しみたいなら、ミルラにお任せください。おしゃれなお洋服を豊富にご用意しております。一回ミルラで皆様のご来店お待ちしております。週刊ゆめくるナビ。